はい、それでは38号やっていこうと思います。38号は、リアロアーム左とリアショックアブソーバー左の組み立てっていうことで、こんな感じのパーツになっております。でまあフロントの時と一緒なんですけど、足回りの再現がね、まあ割とねひどいので今回もねあまり多くを期待せずに行こうと思います。はい、今回も、ざっとだけ確認しましたけど、今回のリアの足回り、リアの足回りの再現もまあ大概ひどいです。ちょっとねデザインしたこのキットを設計した人のセンスをちょっと疑うなっていう感じの作りです、正直なところ。はい、まあやっていきましょう。はい、でまず、このブラケットってやつを切り出してあげて、で、このリアのロアームのここにこのパーツを接着してください。で接着してここがつら位置になるように、つら位置になってんのを必ず確認してくださいとのことです。はい、で、こっちの、ロアームの方がダイキャストで、こっちがプラなので、プラ用の接着剤ではつかないのでで、もうここは止めちゃいましょう。よいしょ、こういう感じね、こういう感じでつけてあげます。あとね、向き、ちょっと待って、あー違うやん、ちょっと待った、説明書借りにくいな、あ借りてくるの左右逆ですね。これね次号の分も入ってるんですよね、これ間違えた。形的にこういう形の方、こういう形のものがここにつくという感じですね。はい、ごめんなさい、ミスりました。からこう見た時にこの穴、この穴が外側に来るようにですね、正しい位置に接着した時にこの穴が、外側に来るような位置につけるっていうのが正解ですね、こういう形。はい、で次にリアショックアブソーバー左の組み立てっていうことで、このロッド、ピストンロッドにこのゴム、オーリングをつけてあげて、でこれを、このシリンダーに差し込んであげる。でその上に、このスプリング受けを差し込んで、でここを接着と。あ、これ、あ、両方これプラだったな。プラ用の接着剤でいけましたね。失敗失敗。はい、こんな感じで、スプリング受けをつけてあげるとロッドが抜けなくなるので、この上に、
このスプリングを取り付けて終わりって感じなんですけど、なんだこのスプリングって感じですよね、ほんまにね。あんまこういうこと言いたくないけど、このキットを設計した人多分実車の車の足回り見たことないでしょねえ。こんなんありえへんよマジで。ねえ、しかもね、結局こんな構造になってるんですけど、実際車に取り付けるとストロークしないっていうオチがね、どうせ待ってるんですよ。あのフロントの時と一緒でね、フロントもあれ1ミリもストロークしないですからね。なんでまあ足回りに関してはもう一切期待せずに行きましょう。で、西部警察の RS1 の再現っていう部分だけに今日、期待するっていう風に切り替えていきましょう。車としての再現っていう部分に関しては多分、これの人がデザインしてる以上はもう絶対、期待できるものは仕上がってこないと思うので、切り替えていきましょう。はい、というわけで今回の作業はここで終わりになります。はい、それでは39号やっていきましょう。39号はリアロアアーム左右の組み立てと取り付け、リアショックアブソーバー右の組み立てっていうことで、入ってる部品はこんな感じになってます。はい、というわけでやっていきましょう。で、前回使ったパーツもね結構使うんで、そっちも出していきます。で、このゴムの輪とこのなんかブラケット、この辺とかも出してくるので、早速作業をやっていきましょう。よし、でまずは今回のやつに入ってたこのパーツ、このパーツの、どっちだ、039-02A、こっち側のパーツですね。こっち側のパーツ左右でね形が違うので、ちょっと説明書のね形状をしっかり確認して間違えないように切り出してあげる。切り出してあげたらこれを、このロアーム右の、この先っぽの部分ですね、ここにこう接着してあげる。接着大丈夫かこれ、ここ何がつくんだろうね、強度的にそんなことで大丈夫なのかという心配がありますけれども、これアームの方がね金属なので、普通にプラ用の接着剤ではつかないので気をつけましょう。こっちのね今つけたブラケットの方はプラなんですけど、こっちのアームの方がね金属なので、今僕は瞬着を使ったんですが、ここに何をつけるかですよね。ここに何をつけるかでちょっと若干不安な気持ちもしないでもない。はい、で次にここに、前回のやつについてたこのブラケットをここにセット、よいしょ。でこれ前回間違えてね一回瞬着をつけちゃってるからね入りにくい。合ってるな。はい、ここにねブラケットを取り付けてあげる。でちゃんとここがつら位置になってんのを確認して接着。はい、こんな感じで次に、
こっちのもう一個の方を切り離して、でこれを前回のやつに取り付け、前回のこっちですね、こっちに同じように取り付けます。瞬着ってね、まあ他の動画とかでもよく言ってるんですけど、瞬着ってね結構みんな強いと思ってる人多いんですけど、瞬着ってあんま接着強度強くないんですよね。引っ張る力には非常に強いんですけど、こうひねる力がかかるとね、すごく簡単にパキッと取れてしまうので、こういう箇所とかはねちょっと若干不安があるんですけどね。大丈夫でしょうか。しょ、こういう感じでね取り付け、よし OK。 こんな感じで取り付けたら、ちょっと一旦これ置いといて、このショックアブソーバーを組み立てます。まあ、ショックアブソーバーの組み立ては前回と一緒ですね。相変わらず、このなんだかよくわからない形のショックアブソーバーをいつものように組み立てて、こういう形でセットしておきます。はい、これまた今回は使いません。で置いておいて、で次に、この前回ね組み立てたこのリアデフですね、リアデフと、今回のロアアームを合体させてあげるので、まずこれを出していきます。よいしょ、これね、さっきね、向こうから持ってくるときにこっちの片方が取れてね、必死に探してたんですよはい、で、このリアデフに対して右、ちょっと待ってよ、こっちか、間違えた、ここにね Lっていうロゴが入ってる方をこっちにセット、で R って刻印が入ってる方をこっちにセット、こういう形ですね。こういう形でセットしてあげたら、ここのネジ穴にネジをねじ込んで、ドライブシャフトが抜けないように固定してあげます。でこの取り付ける角度に関しては、後から車体に取り付けるときに調整するそうなので、今の時点では適当で大体の位置で OK だそうです。なのでこんな位置に固定してあげます。まあね、このアームの角度だけこう地べたに置いて同じような角度になるようにしておいてあげれば、あとは特に問題ないかなと思うんですけど、まあ最悪後で何とでもなるでしょう。はい、こんな感じしたら、これで、今回の作業は終了になります。はい、では40号の組み立てやっていきましょう。40号は、リアブレーキディスクとブレーキキャリパー
リアアクセルハウジングの取り付けということで、履いてる部品はこんな感じになります。はい、なのでこれらを全部組み立てていきましょう。でまあ、これプラス、前回採用したものとかを全部組み合わせていくので、その辺を全部出していきます。これですね。はい、たださ早速作業やっていきましょう。でまずは、このブレーキディスクですね。ブレーキディスクをこの合体させていくので、デコブレでいいか。でまあざーっとね説明書読んだんですけど、このリア周りに関してもね、正直言って再現度っていう意味では、もうちょっとお話にならないレベルなので、正直ねこう DR30が好きでこれを始めたっていう方からすると、かなり不満の出るような再現度になってます、リア周りも。ただまあ西部警察っていう意味で考えると、西部警察っぽい部分に関しては、ちゃんと再現がされてるので、そこはもう割り切りなのかなと思います。はい、そしたら、これ接着してあげて、ちょっとこれ接着剤乾かしておいて、その間に、まずここにこのカラーを差し込むんですが、えらい硬いな。よっ、これ奥まで行かないとダメなはずなんだけど、塗膜が厚すぎて奥まできっちり、かなりきつい。大丈夫かなこれ。はい、ここにカラーをはめてあげて、でその上に、ディスクをセット。でさらにその上からもう一個カラーをかぶせて、でビスで固定。あ、ちょっと待って、これ六角だったっけ。六角か。ちょっと待ってよ、サイズサイズ、これじゃないな。ちょっと待ってくださいね。はい、ですね、ここを締める用の六角をなくしました。どこ行っちゃったかな。ちょっとね、どこ行っちゃったか分かんないんで、ちょっとここはもう収録外で探して、締め付けておきます。探すか、まあ家から持ってくるかして、締め付けしておきます。はい。この間ね、これをね置いとく、置いてた場所が散らかってきたからね、整理したんすよ。そうしたら整理したら物がなくなるっていうね、よくあるパターンですけれども、やってしまいました。どこ行ったかな。捨ててはないと思うんだよな。まあとりあえずまだタイヤはつけないので、手でね締めれるところまで締めて、後日しっかり締め込んでおきます。よいしょ。片付けするのね苦手なんですよ。はい、そしたらこれで一応左右の、ブレーキディスクがついたので、次にここにキャリパーを取り付けていくんですけど、キャリパーもね、またこのなんて言ったらいいんだろうなこれね。なんとも言えないキャリパー、これを取り付けていきますね。こうかな、こういう形。裏側に L っていう刻印が入ってるので、L は L に取り付け、でネジの40の B、40の10、これね、
このタッピングビスで固定していくと。まあおそらくね、この DR30 が好きでって言って作り始めた方たちはおそらくもう今の時点でね、もう作るのやめてんじゃないかなっていう気はせんでもないですね。ちょっとそれぐらいあまりにも再現度が低いので微妙な感じ。はい、こんな感じね。こんな感じでブレーキディスクがくっつきますと。ブレーキキャリパーらしきものがくっつきますという感じになります。そしたら次によっこっちを出してきて、で、40の8、え、あれ、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、どういうこと、ちょっと意味がわからない。ん、どういうこと、これこれね、ここにここの車体に前回組んだこのショックアブソーバー、ショックアブソーバーをセットして、で、この40の8っていうネジで固定って書いてあるんですけど、これネジ切ってないんですよね。ネジ切ってなくてただのピンなんですけど、どういうことや、これがガチッとはまるぐらい渋みがあるのかな。で R が R だから、一応ね、ここ刻印が入ってるのでそれを見ながらここに出して、でスポスポやな、どういうことこれ、え、何これ、ちょっと待って、ちょっと説明書確認します。ちょっとね、説明書を見てもね意味がわからないので、ちょっと説明書無視でいきます。はい、というわけで、こっちが左だから、サスペンション、ショックアブソーバーがねここに刺さるんですよ。ここに刺さるので、もうここに刺してしまって、先刺してしまって、逆さ向けるとスプリングが落ちるんで、スプリングを落とさないように気をつけつつ、ここの定位置にセットしちゃう、こういう感じ、こういう感じで定位置にセットしてしまって、で、このメンバーを、このメンバーを押さえる用のねフランジをセットして、こことここにフランジをセットしてビスで固定、やれ細いビス使うな、でリアのサスペンションはね1ミリもストロークしないので、まあ、これで通してあげる、で表向けて、でここですね、ここをなんだこのネジ、ようこのネジ作ったな、ここを固定すると、これで、リアデフが固定されるので、その次にここの位置を合わせてあげる、ここの位置を合わせてあげて、でここにさっきのピンをブスッと刺す、そしたらここが、変に動かなくなるので、向き
向きを。どう向きにつくのが正解なんだろう。まあ、ここにセットしてここを接着剤で留めときゃいいんじゃないですかね。つけすぎた。このピンが抜けないようにここで接着剤で固定しとくと。そしたらまあここのサスペンションがねここに刺さった状態でガタ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 動くことはないので。こんな感じにしときゃいいんじゃないですかね。もうあのね実車と構造が違いすぎて実車と構造が違うというかもうなんかよくわからない構造すぎてこれ以外やりようがないっていうのが正直なところですね。うん、こういう感じ。これで一応上ピンが刺さってるんでこれがねガタガタ動くことがないっていう感じになります。うん、でまあこれ今の時点でね今の時点でこれスプリング遊んでるんですけどこれスプリングが接するところまでサスペンション縮めるともう底付きするんですよ。なんでね後ろももう全くストロークしないっていうことなんでもう見た目さえそれっぽくなってりゃそれでいいでしょう。はい、というわけでこれで今回の組み立ては終了になります。こんな感じ。はい、では41号やっていきましょう。41号はヒンジの組み立てってことでまあこんな感じのパーツが入っております。まあ多分、リアの、セミトレーニングアームのメンバーのことを言うてるんだと思うんですけど、ヒンジとは言わんよなっていう気がせんでもないですけどまあやっていきましょう。で入ってる部品は、まあこのメンバーとあとこの接続部分ですね。ヒンジって書いてますけど、このパーツがついてきます。であとなんかこんなスパナみたいなのがねついてくるのでこれを組み立てていきます。で今回結構使わないビスもあるのでそこを気をつけてやっていきましょう。この長いビス長いビスを今回は使います。で短いビスは今回は使わないので、置いておくって形ですね。長いビスだけ抜いてあげて短いのはこっちに入れておくと。でこのメンバーも今回使いません。なのでこれも避けておきます。でこのナットも4つは今回使わないっていうことなんでナットも避けておく。はい、したらやっていきましょう。はい、で、ヒンジがこのヒンジがこういう形になるようにこういう形になるように組み合わせてあげてで横からビスを通すと。でここにナットをつけてあげてナットをつけてあげてで、このスパナでこのナットを周り止めをしつつナットの周り止めをしつつこっち側からビスで締め込むっていう形ですね。でまあねヒンジ状になってるんで動くようにした方がいいのかなって思うところなんですが結局あの足はストロークしないので、別にどっちでもいいと思います。そこに気をつける必要は特にないかなと思います。まあ緩まんようにだけ締めておきましょう。本当でもあの足回りはちょっと文句ばっかり言ってしまって申し訳ないけどあの足回りはちょっとなえるよな。もうちょっとできたやろうっていう気はするんですけどね。まあいくらね西部警察っていうキャラもんやからっていうキ
キャラモンっていう言い方がいいかどうかは別として、キャラモンやからねえ、そっちの方には全力投球なんだろうけど、でも車の模型である以上ね、その辺はある程度はちゃんとやってほしかったですよね。はい、ヒンジが出来上がり、これで終了です。でまあ多分ね、これをどうつけるんだろう、ちょっと今のとこ分かんないですね、どうつくかが分かんないですけど、まあ取り付けていくって感じです。はい、なので今回の作業はこれで終了になります。で、次なんですけども、次が42号、リアコネクティングロッドの組み立てと取り付けっていうことで、ちょっとこのリアコネクティングロッドがどれのことなんかちょっと分かんないですけどね、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。